はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットをやっていきたいと思います。はい、というわけでですね、カタナアラベクスク、カナタのアラベスク続きをやっていきたいです。前走ビクトリアマイル。差しということもあり、僅差の、なんとかギリギリ差し切ったっていうあたりですが、どっちかといえば、やっぱりこの前行った方が、合うのは確かですよね。ここであえて成長促進。おお、嫁に来てほしい。わかります。いっぱい。なんか、来そうですね。ビールがあります。今すごい調子良さそうですね。ダート強め。おっと、その前に、じゃなくて、事務所、神社、みくじ。はい、ラッキーバヌシ。このラッキーバヌシになっといた方が、いろいろ会話とかがもらえていいですから。必ずなった状態で、調教しましょう。おっと、どうも限定ビールをたくさんもらえるみたいですね。なるほど。調子回復ですね。そうそう、レースに出したいんですが、客層前に客室を変えたい。なかなか来ないな。どんどんスピードを上げていこう。4キロ。調子はいいが。あ、ちょっと調子が落ちた。ん？これベスト体重が変わった？ひょっとして。来たかな？パートナー調教、客室が変わらない。客室が変わらない。
またなんか来た。おっと、ここで先行に戻せた。やった。ついに先行に戻せました。さあ、出走ですね。ちなみに、キングジョージ出るんですよね。馬体重は？馬体重はこれでバッチシです。でも、キングジョージには出ません。WBC アタックしたいと思います。さて、何に出るか。まあ、クラシックでしょうね。クラシックに挑戦です。ファルラブとか結構強いのがいるか。と、間違えた。WBC。カイのマイルはどうだろう？よくわからんな。マイル思い切って出してみようか。武豊で。さて、これで、WBC。WBC 前回ですね、クラシックに、2000のクラシックに挑戦しました。その時は3着でした。で、その後の秋華賞、結構ダメージ残っていたのか、まあ、この馬体質弱いんですよね。2着と敗れ去りました。牝馬3冠ならず。まあ、WBC の後、調子などすごく気になるところではあるんですが、調教も積み重ねて、挑戦していきたいと思います。というわけで、結果はまた後で。では、また。はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ゲーム動画でいこうです。はい、WBC の結果が、出ましたので、そちらの結果を見ていきたいと思います。今回、WBC マイルに出走しております。ちょっと競技加減ということで、その辺がどうなのかなんですが、3番人気。また岡部幸雄。簡単には乗ってもらえない。おっと、20丸が1つついてますね。他の馬が、まあ、控える競馬をする馬なんで、まあまあ、前に行くはどうか。まあ、最も、先行馬が多いんですよね、このレース。3頭中の最下位。まあ、とはいえ、そんな差はないですからね。さあ、果たして。マイル出したことあったっけな、初めてじゃないとは思うんですが、結構レアケースかも。あんまいいスタートじゃなかったかな、無理やり押して出てるような。さあ、5番手まで引いたぞ。ちょっとやっぱり、おっと、虹になった。虹滝だ。最高峰ですね。さあ、いよいよ極東競馬場。ゆーく伸びていってるが、ちょっと伸び方が足りないかな。おっと、ようやく加速していった。後ろから来てる？もう一回、おっと、これはいけるんじゃないの？いった！行きました！やった！いやー、距離加減のマイルで、強い競馬ですね。やっぱ前へ行っ
った馬が有利か。WBC は。厩舎レベルもアップしました。おー、いろいろもらえますね。素晴らしい。ヤシマソブリンですね、今日ゲットは。はい、というわけで、カタノアラベスク、見事にやってくれました。WBC マイル制覇です。キャリアとしては折り返し点ですね。が、これから、大事に使っていきながら、飛躍できればなと思っております。本当今後は楽しみだわ。はい。スターホースポケットをお送りいたしました。いつものことですが、チャンネル登録、高評価、コメント、また、動画の SNS 拡散など、お待ちしております。よろしくお願いいたします。ブログ、ツイッター、説明欄にアドレス記載しております。よろしければ見てください。また、最後、この動画最後の20秒で流れる関連動画プレイリストもお時間がありましたら見ていただければ嬉しく思いますと。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。